これより会議を開きます。内閣提出公立義務教育所学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として財務省主計局次長青木孝則君、文部科学省大臣官房文教施設企画防災部長山崎正雄君、総合教育政策局長吉本博史君及び初等中等教育局長滝本豊君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。長谷博史君。